高野巣城、または高野巣城は三坂国にあたる現在の岡山県三坂市海田にあった日本の城。赤松山から北東に伸びる稜線途中の標高327アトルのピークに位置する山城で東西150メートル、南北45メートルの上域を持つ。最高部に東西26メートル、南北12メートルの本極林が存在し、 西側両線に7段、南側斜面に3段、東側両線に2段の帯狂わが連なる。狂わ軍や、呂氏大和のほか、東側両線に、堀切りが残る。津山藩士の正木照夫が、文化12年から文政6年頃にかけ編纂した、東作史や、古城の里史によると、上司は、江美次郎、または、江美元森とされ。 天正七年の浮田直家による、三正坂侵攻の際、サムスン城攻略を狙う信原景光がこれを攻めて、陥落させたという。三正坂国に侵攻した浮田勢の信原景光は、天正七年の春、海田村の高野巣城の工場に取り掛かった。対する高野巣城には、倉敷城主、江美一之将と矢美津城主、江美二郎の兄弟が入り、以下城兵300人余りが当てられた。 浮キタの軍勢を迎え撃つため、防衛側は城へ登る坂道に竹の川を敷き詰め、敵兵が容易に城に攻め登れないようしたが、浮キ軍は怪獣した近隣の百姓たちに竹の川に火を放たせてから城に攻め行った。城は火に包まれ、城兵たちは前線したがやむなく城から敵の中に打って出た。この時、エミの重心である清水立脇が、 ウッキタ家中の千と様森に撃たれて首を取られたが、駆けつけた清水の家来、広田七兵衛が逆に池と坂見に切りかかり組みった。上昇であるエミ兄弟はカ田村外場先で打ち死にするが、上兵隊もウッキタ勢に追われながら攻防を繰り返し、カ田村は激戦地となった。この戦いで城の近くに四十九あったと言われる大戦の棒も焼き尽くされた。 なお、日本上郭体系では前日、東作市に見える天正7年の工場記録と同じ、出来事を記載するものの、津山市観光の、三正加国の山城海底版や、岡山県古代木尾文化財センター観光の、岡山県中世城館跡総合調査報告書では、同記事を引用せず、禄十一年頃に、当時十九歳の花房職衆が、作州高野スと申す山城で、城主 エミのロ郎らを撃ったという、花ふさけ記事等に見える記事を挙げており、落城時の記録について相違が見られる。ありがとうございます。